私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あのリアル宝探しが滋賀にやってきた。信長が残した19秘宝とは。仲間と謎を解き宝を探そう。滋賀県中を巻き込んだリアルイベント、まもなく公開。今回ご紹介するナイスな商店街は彦根市にある4番町スクエアだよ。こちらの商店街では4月1日から5月7日までぐるっと美味しい食べ歩きクーポンが発行されるよ。この5枚綴りの食べ歩きクーポン券を500円で買うと9店舗12商品の中からお好きなものを食べ歩きできるんだよね。こちらがその食べ歩きマップ。美味しそうなものがずらりと並んでいるよ。実際に歩いてみよう。安野さん、よろしく。こちらがあの理事長のお店の、あの藤川さんですね。お魚屋さんで。はい、あ、理事長さばいてはるやん。はい、かっこいい。こんにちは。お店のご紹介。鮮魚藤川では、旅歩きクーポンに参加させていただいております。惣菜をいろいろつけさせていただきますので、どうか皆さん食べに来てください。1枚で数種類の惣菜をつけさせていただこうというふうに考えております。毎日手作り惣菜を日替わりで作っておりますので、それが一番のおすすめです。それからあのもちろん毎日お魚も焼いてますし、お刺身も作らさせていただいております。お得なクーポン券の商品を用意させていただきますので、どうかお立ち寄りください。よろしくお願いします。頑張って応援してくる魚、はい、ありがとう。はい、行きましょう。4月1日から4番町スクエアで食べ歩きクーポンが始まります。食べ歩きクーポン。どちらのお店の、あ、日の森堂さん。ほんまに、ちょっと行ってくるわ。じゃあ行ってきます。ありがとうございます。お店のご紹介。4番町スクエアの旅歩きクーポンに参加します古川日の堀堂です。うちの商品はひこにゃんの夜勤入りのバニラ饅頭になります。古川日の堀堂さんはいちご大福と大名焼きが人気なんだよね。クーポンをお持ちの上、ぜひお越しください。お願いいたします。安野さん、ちなみに4番町スクエアさんの綺麗な駐車場も完備されているので、食べ歩きクーポンが4月1日から始まりますので、お得やで。よう行く、4番町スクエアさん。はい、近くに住んでるんで。あ、ほんまに。なんやったら今からも行こうかないぐらいの勢いな。また行って。よかったら。ありがとう。ありがとうございます。だけど、お話聞いてもあるやな。はい。観光に行って寄ってくるの感じの人もいたな。あ、そうですね。やっぱり今の時期暖かくなってきて、彦根城のお堀を見るだけでもすごくいいですね。そうやな、うん。ちょっと足伸ばしな。そうですね。ほんまに散歩がてらっていう感じで。
タクロ、これって信号ないから何か振動渡れへんっていつまで経ってもバーコード全部白になるで、これ渡らせてもらいましょう、行きましょう、行こう、ありがとう。お店のご紹介、野上屋さんも食べ歩きクーポンに参加するよ。あの商店街さん の, あの食べ歩きクーポン の,、はい、あの応援で来させてもらった。お茶屋さんとか行ってるな。ほんまに、よかったらクーポンお得屋さんから、また4月1日から始まりますので、またよかったら、あの、今回からお得なお得なで2回繰り返してみたら、タックル4番町スクエアでお得なお得なお得な食べ歩きクーポンが始まります。そのまま800回まで行ってやー、振動してもらってんね。このビー玉は同級生がやったんですよ。あ、ほんまですか。直接行きますから。ものすごい美味しいです、ね、タコ船、タコ船、ほんま、さっきあの食べさせてもらったよ。美味しいです、美味しいな。で、値段もすごいお安いですよね。そう、タコ焼きもね、はい、ちょっとこう柔らかくて美味しい。あ、そうです。なるほど。こう、全体がふわふわなんですよね。お父さん言うたらほんまの美味しいやな。桜ちゃうよね。4月1日から4番と9日でお得な金堂案やまだまだ続くや。クーポン持ってお腹すくや。シガトヨペットはおかげさまで創立60周年、語り尽くせないお客様への感謝を胸にこれからも走り続けます。車と次の楽しみを、シガトヨペット。ビバビオバーさんのビバビワおみくじ、どのキャラを選ぶ。おい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 おっ、どうじゃった。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。今回は近江八幡市の安土建築工房さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは安土建築工房さんです。リフォームの相談に乗っていただきましたが、杉板の無垢材を使って冬暖かく夏涼しい快適な床にしていただいて、ナチュラルで居心地のいい家に生まれ変わりました。壁を漆喰で塗りたい、タイルを自分で貼りたいとお話しすると、道具や材料をすべて揃えてくださり、とっても助かりました。家族で仕上げたことはとてもいい思い出になりました。ありがとうございます。家族がずっとこう住んで行かれる中の住まい作りのですね、少しでも良い形でお手伝いできたら大変ありがたい、ことかなというふうに思っております。安土建築工房は自然な木の家の設計、施工、リフォームを行っている。こだわりの安心安全な家づくりは口コミで広がり、見学会はいつもにぎわっている。木のぬくもりがあって、薪ストーブも入れたいっていうのもあったんですけど、その担当の方もすごく親切に対応してくださるので、こちらで建ててもらいたいなと思う。お店もゆくゆくは持ちたいので、その参考になるかなと思ってきました。家の至る所に
自然の家ならではのこだわりが伺える。これ込み線って言うんですけど、あの柱と梁をあの釘とかビスでとか金物じゃなくて木で木を締めるっていう工法をさせていただいている。このうちは明るさと通風っていうのをメインに考えたお家ですので、地元でやっぱり建てたかったので、ご近所の安土建築工房さん選ばせていただきました。できるだけあの自然のエネルギーでということで、あの風通しもよく、すごい明るい家になったなと思ってます。今までもいろんなところ見学会行かせていただいたんですけど、思い通りというかそれ以上の出来になったんで喜んでます。木を生かし伝統を伝える大工、一から技術を教え大切に育てている。技術をやっぱり身につけるためには少なくとも5年6年かかります。いろはからですね、棟上げができるまで。大工の小川さんは大学院で社寺の建築を学んだことから木の大工に興味を持ち、安土建築工房の門を叩いた。普通のハウスメーカーと違って、材木屋さんから木材入れて、その木を一本一本大工が見て自分で長さを測って墨して刻んで、で建ててるんで、すごいこう木一本一本に気持ちを込めて仕事ができるっていう面で、すごい、良さを感じるというか、自分の中でやりがいを感じているところが多いですね。安土建築工房は家を取り巻く環境の循環を大切にしている。この滋賀県というのは、いいも悪いもですね、全部その琵琶湖に結果が出るんです。だからずっと山に囲まれた滋賀県の中で、稜線から内側でしたことがですね、結果として琵琶湖に全部反映されていく。川上の木を切って川下で家を建てるという循環がきれいにこう回っていくこと。住宅雑誌チルチンビトが提唱する国産の木材と自然素材で作る地域主義工務店の会員となり、さらに厳しい安全基準を自らに課した。苗木を植えて生木になるまでに50年、80年、100年かかってきます。その時間はぜひ今切った木を使って建てた家ならですね、80年、100年持たせてですね、山の循環がきちっとできるようにということは頭に置きたいなというふうに思ってます。環境もお客も無理なく循環することが安土建築工房の理想だ。会ってくれてありがとう。国民健康保険料の納め忘れはないですか？忙しくて納めに行く時間がない、ついうっかり。そんなことがないように確実安心な口座振替がおすすめ。詳しくはお住まいの市町国保まで。今日のエンディングはこちら。長浜ちりめん、長浜ちりめん、焼きそばそうめん、長浜ちりめん、ボンバイデン、ボンバイ、ボンバイ、姿に温泉。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。